岡本さんがですね、このパソコンのこの使い方レッスンでこう学ぼうとこの思えたそのきっかけっていうのは、どういったことでしたでしょうか。そうですね、ちょっとオンライン、まあ、コロナのことがあって、はい、様子を見てきてはいたんですけれども、はい、オンラインシステムに切り替えてやっていけないと、これから収入っていうのが難しくなるのかなって思ったときに、まあ、自分の人生の中で、はい、パソコンに対して全然、はい、あのエネルギーが動くことがなく、はい、向かい合う気持ちがなかったので、はい、ここはちょっとズームのことに関しても、参加しているだけではなく、はい、自分がホストとして、はい、ある程度、はい、皆様方に失礼のないようにできるように、はい、なっておく必要があるということで、はい、それで、たまたまその時に伊藤さんの無料お3時間を、はいはい、ちょっと目にしたもので、はい、あ、これはもう必然だと思って参加させていただいたということですね。あ、ありがとうございます。はい、あ、じゃあ、まあ、勉強会を通じて、はい、参加されたいなということがきっかけでございますね。はい、じゃないとわからないっていう。はい、もう、ぐる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 、わからないわからないで、はい、多分進めなくなるので、はい、時間の無駄だなと思って、はい、習おうと。はい。はい。教えていただきました。ありがとうございます。はい、この私のですね、このパソコンの使い方レッスンを受けようと思った、この決め手っていうのはありますか？まあ、親切、丁寧、はい、丁重、迅速。はい、迅速、はい、ありがとうございます。で、的確。はい。で、ワンレッスン終わると答えが出てる。はい。で、口頭でこうですよ、ああですよってこうポッ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 と伝えられても、パソコンが増えてのものにしたら、それはちょっと苦しくなっちゃうんですね。うん、伊藤さんはこう教えてくださったけど、結局レッスン終わるとできてない自分というので、うんうん、頑張ってた自分、頑張って聞いて、うん、覚えかけようとした自分を褒めてあげられなくなっちゃうので、伊藤さんの、ご指導は、はい、やっぱりその、やってみて、うん、やれることと、ちょっとスムーズにいかなかったことが、自分の中で明確化されるので、うん、あ、ここまではサクサクできた。ここから止まった自分がいる。うん、ではどうする、うん、あ、習った通りに、うん、振り返りの、うん、あの動画を見て、もう一回おさらい、うん。自分のメモを見て、もう一回おさらい、うん。で、動画を上げてくださってるので、いつでも振り返られる。うん、そういう、普通にない親切丁寧があったので、うんうんうん、はい。です。ああ、ありがとうございます、はい。もうそう言っていただけると、私も非常に嬉しいなっていうのが、本当に思います。いや、本当ですよ。うん。ありがとうございます。はい。じゃあ、レッスンをですね、この受ける前っていうのは、その、パソコンでどういったことに困っていた、あとは、どんなこう、パソコンが使えないことで、こう、不安っていうのがあったんでしょうか。もう時代的にも、うん、まあ、今までのお仕事としてパソコンは使ってきてるんですけれども、うんうん、パターン化してることだけなので、うんうん、ちょっとパンフレットを作ったりとか、そういうこととかはできるんですけれども、うんうんうん、自分の日常的にはパソコン別に、うん、そのワードもエクセルも必要としない生活なので、うんうんうん、必要じゃないからやらない、やらないからできなくなる、うん、できなくなると余計っていう、その、よろしくない循環に、うんうんうん、なってて、うん、いざコロナのことで、うん、あれこれパソコンできない人って、うん、これからどうするんだろうというのが、はい、やっぱり自分の中でこう強くにじみ出てきたので、
これは、オンラインのシステムであっても、パソコンとかの内容であっても、ある程度は、やっぱり知らないと、ますます動けなくなるぞ、という。対面でそんなにパソコンは必要ないんですけど、オンライン化していけない。ので、ズームだけ知ってればいいというのともまたちょっと違うので、ズームに持っていくまでの下準備の期間とか、資料作りとか、今までそういうのをやってきたつもりであっても、果たして出来上がっているのか、つもりで終わっているのかという、ちょっと確認もしたかったので、なるほど。わかりました。ありがとうございます。このレッスンをですね、学んでこう良かったことや、このレッスンを受けた後、このご自身で変化したと感じることは、どういったことでしょうか。学ばせていただいてよかったのは、パソコンを一日何回も開けて、チャレンジしていこうと思う自分がいるので、それがはっきり分かったのと、私にはパソコン系はできないという、そういう自分の刷り込みがなくなりました。ああ、なくなった。できないとこがあっても、そこの瞬間に、今それが、まあ私にとって重要なテーマなのかどうか、今すぐすぐやらないとならないことなのか、そこを基準に、いや、それがなくても、こっちの作業を先にした方がという段階が自分でこう、なんていう、見極められるようになった。すごいですね。じゃあ、今は、ここは先にやっておこう。いや、これはもう別にやらなくてもいいなっていうのが、こう学んでいただいた中でも、自分の中ではっきりと分かってきたということですね。ああ、本当にそれは良かったですね。で、まあ、もしかしたら、今までだったら、分からないんだけども、これでもうやらないとダメっていうふうに思って、嫌がらもこう取り組んでいたかもしれないということですよね。なるほど。まあ、今までだったらパソコンしまっちゃうっていうか、閉じちゃいますね。あ、もういいやって思って、やっぱり私はアナログが好きだし、アナログからデジタルに変われないんだなっていう諦め、が先行してしまって、まあそういう、まあ、そういう意味でもね、もう私パソコン無理だと思って諦めてパソコン閉じてしまうところに行かなくて、逆に、ああ、パソコン見ても、ああ、私できそうだって思っても、そこは僕、本当に嬉しいなって思いますね。本当、正直なところは。ありがとうございます。うまそう、導いていただいたんですけどね。そう言ってみると、本当に嬉しいなと思うんですけども。ちなみに、レッスンの中で、こう、印象的っていうんですか、こう、なんかありますか？すごく思い出っていうんですかね。あ、これがあったからすごく良かったなとか。いや、まず、時間になりましたので、お時間ですので終わりですっていう、ちょっとそういうこととかではなく、いや、もうパソコンのことに関しては、だいたい時間っておっしゃったり、いろいろ、もうそうなんですよ、大丈夫なんですよ、岡本さんっていう、いつもその伊藤さんの励ましモードがあって、それが、全然、ナチュラルっていうんですか、自然で、こう、申し訳ないなと思いながらも、ありがとうございますっていうので、こう、いつも支えていただいたというか、すごい、バックアップをしていただいて、やはり、こう、これが時間を気にしながら、主催の伊藤さんの顔色見ながらってなっちゃうと、やっぱりこう入ってくるものも入らないし、後から振り返りで勉強し直そうと思っても、なんか波長も合わなそうだし無理だなっ
って、うん、多分私はちょっともう無理ですってなっちゃうんでしょうけど、うん、でも全然そういうのがなく、うん、あの気を乱すこともなく、あ、大丈夫ですよ、かもさん、あ、そこまでも今日、あ、覚えていただいてっていう、もうこの低姿勢が、申し訳ないぐらい、うん。うん、あと、うん、その、簡単に、もう、覚えられることを、うんうん、まあ、簡単に覚えられるように変換してくださって、うん、あ、そうですか、そうですねって言って、こう、パッと対応してくださって、うんのでうん、もうその人柄って言えば一言で終わっちゃうんですけど、うん、そのビジネス的に作り上げた、うん、あのゆったりとしたお人柄とか優しいお人柄とかっていう、うん、そういうのとは違って、うん、あのもうトータルとしてビジネスということにおいて、うん、先に伊藤さんのね、あの、面白かったり、優しかったり、そういう思いが、うん、あの、出て、うんうん、出していただけてるんだな、という、もう、こう、萎縮することも何もなかったですね。ああ。うん、うん、うん。本当にもう、ね、すごくそういう言ってもらうのは、本当に僕にも、あの、本当にもう学んでいただいて、すごく嬉しいな、っていうのは、正直なところですね、うん。ありがとうございます。はい、最後にもう一つだけあのお伺いさせていただきたいんですけども、はい、この、まあ、パソコンの使い方講座なんですけども、どのような方にですね、こちらをですね、お勧めしたいかなっていうお感じになりますか？そうですね、オンライン化したいけれども、うん、結局パソコンの何をどうしたらいいのかがわからない人も、うん、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですね、うん、でオンライン化するにあたってやはりパソコンスキルがないっていうことで諦めるんじゃなくって、うん、伊藤さんに習って、うん、もうすぐズームを使って、うん、あの活動することができるんじゃないかなと思うので、うん、ズームが使いたいけれども、うん、パソコンが使えないから無理とか、うん、そのなんて言うんでしょうね、パソコンを介した仕事は自分にはちょっと無理と諦めかけている方がいらしたら、うんうん、完全に諦める前に、うん、あの10回習ったら、うん、すぐやろうと思ったらできますよっていう、うんうん、そういう気持ちに毎日思うんですよね、うん、あ、私今日これで、あ、ズームでできるかもしれないっていう、うんうんうん、今まで一回もそういうふうに、うん、ズームを使ってやっていくように、うん、変えていかないといけないなってこう、うん、自分でだらーっと思うだけだったので、うん、いやもう変えられます、ここまで教えていただいたら、うん、早く一回やってみます、うん、やりますという、うんうんうん、まあそういう感じにうんうん、気持ちがこういい意味で好転していくので、うん、だから悩んでいることが一つでもあるんであれば、うん、まあ、見ていただいて、うん、学ばせていただいたらすぐできると思うので、うんうん、まあ、そういうことが一つでも悩みがある方には、うん、受講していただいたらいいんじゃないかな。まあ本当にもう、そう言っていただけるのは本当にもう嬉しいですよね。まあ、ね、最初本当にもうパソコン、いや、どうしたらいいんですかっていうふうに、ね、うん、言われてたんですけども、本当にこう、回を重ねることに、私自身も僕成長っていうのを感じていきましたし、うん、で、ね、嬉しいことに本当にだんだんともうパソコン私苦手だと思ったのがちょっとできるようになってきた。で、できるようになったことが増えていくことによって、あ、私にもすごくできるんだ。もう、パソコン前だったらちょっともう、やめたってなるところがですね、うん、いや、そこをちょっと、なんですか、頑張れるっていうんですかね。そういう気持ちに持ってもらえるっていうのが本当に嬉しいですし、で、そこからでですね、やっぱり今自分がやりたいなと思うことをですね、今本当にこう進めようとされている。そういう姿をまた見せてもらえるというのは、本当に私も、まあ、こうやってご縁があってですね、お教えさせていただくことができて、本当に嬉しいなというふうに
本当に思っています。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にシンプルに、的確に、はい、そうですね、学ぶことができて、本当に私は良かったと思います。はい、もうそう感じてもらえるのは、本当に何よりの、一番私、嬉しい言葉です。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。